どうも西田渡です、本日なんですけれども、プロフォトグラファーと素人の圧倒的な違いとはっていうところでね、皆様に解説してみようかなと思います。まあ一概にね、プロのカメラマン、そしてアマチュアカメラマンみたいなところでね、とか初心者ですとかね、カメラ初心者ですっていう、まあ要はこのプロカメラマン、アマチュアカメラマン、初心者カメラマンとかって言いますけれども、基本的には参入障壁っていうものが低い業界ですよね。って言いますのも、結局カメラっていうものを開催すれば、それでカメラマンと名乗ることができる。免許とかがない、仕事ですのでね、要はカメラを持って写真を撮るっていう行為自体がね、みんなができるっていうところなんですよね。なのでプロカメラマン、そしてアマチュアカメラマン、初心者カメラマン、そして素人って言いますかね、そういったところの違いっていうところが、皆様こう何が違うんだろうな、果たしてっていう。まあもちろんね、じゃあ何々西田渡写真事務所とかって言っとけば、明らかにね、株式会社西田渡写真事務所とかって言えば、まあ明らかにそれを生業とされてるっていうのはね、一番分かりやすい形ではあるとは思うんですが、まあ結果的にね、その生業として、まあ、対価を得ていると、そういう風になればね、もう有無を言わさずプロフォトグラファーってことでいいんですけれども、もうちょっと細かい部分の技術的なところとか知識とか、でもアマチュアの方っていっぱい知識を持ったりしてるはずっていうところで、プロとアマチュア、そして素人って言われるところね、初心者、何が一体違うのかっていうところを今日はね、明確に言語化してね、皆様に解説してみようかなという風に思っております。まあ僕自身がね、まあだいたい20年ちょっとぐらいなんですけど、まだまだなんですけれども、そのぐらいまあ業界でやらせていただいたり、撮影を生業としてね、生活させていただいてきたっていうことで、僕が思うね、プロフォトグラファーと素人との圧倒的な差っていうところの結論なんですけれども、これはね、機材選定能力の高さの違いっていうところで結論付けさせていただこうかなと思っております。これどういうことかと言いますと、西田さん、これを撮影してくださいって言われた時の、これって言われた時に相手にいくつか質問します。じゃあこういうシチュエーションですか、どういう場所ですか、何時間ぐらい撮影時間いただけますかとかっていうふうにこうヒアリングした時に、で帰ってきましたと、答えが言った時の、じゃあこういう状況であれば A と B と C を組み合わせれば絶対に、結果が出せるなとかっていうね、そういった何の機材を使ってどういう風に撮影すればこの撮影に関してはミッションがクリアできる、相手の依頼に対して満足していただけるかっていうところが瞬時にね、判断できる、要は機材選定能力ってところです。皆さんもおそらくはアマチュアの方とかで素人の方とかで迷うっていうところはここだと思うんですよね。じゃあ何かを撮ってくれって言われた時にどうすればいい、どうすればいいっていうのは、押せば映るのは分かっているが、しかし果たして自分が持っているこの機材でその撮影が対応可能かどうなのかっていうところが分からないっていうところで、結論ね、やはり機材選定能力の高低ってね、高さ低さっていうところがプロと素人の違いっていうところをね、今から深掘り解説をしていこうかなと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただきますと、かなりこの意味がね、非常に伝わると思いますので、順序だって説明していきますので、ぜひね、最後までご覧いただけたらと思っております。深掘り1点目なんですけれども、やはり何でも物事には TPO というものがありますよね。タイム、プレイス、オケーションかな、これは確か日本語の和製語だったような気もするんですが、まあ、TPO といえばね、大体皆さん分かりますね。状況に応じた服とかでもそういった TPO によるドレクスコードじゃないですけども、カメラの機材選びもね、 TPO あると思うんですよ。例えばですが、もう本当にあなたの自由に撮ってください、スタジオで、白堀のスタジオで本当に時間は潤沢に5時間用意してます。ストロボライティングをゆっくりセッティングして、その間にヘアメイクとスタイリングして、そしてライトをきっちり作って、じゃああとは押すだけにしましょうっていう風にすれば、もういかような機材をドカッと持っていってね、もういかようにでも撮れるっていうことになれば自由度は高いですよね。ですが、5分しかないタレントさんをどういった場所で撮るかわからない中、3シチュエーションぐらい欲しいです。5分で3シチュエーション。じゃあどうすればいいんだっていう、そういったソリッドな現場の時には、例えば、現状だと、まあ、R5 もしくは 1D 系を持って行って、まあ、僕だったら R5 2台。僕だったら R6 かな、 R6 2台持ち込んで、用途にもよりますが、ウェブ媒体であれば R6 2台持ち込んで、第3弦。2470、2.8、7200の 2.8、この3本持ち込んで、いかにでもなるように撮影すると。まあ50の単玉ぐらい持っていくかもしれませんけれども、まあレンズ5分なんでね、レンズ交換してる暇がないので、2台にそれぞれ、まずは2470、7200をつけておいて、どういった場所かもうそのまま持っていって、5分しかないので、ね、持っていって裸で持っていってすぐに撮るっていう、こういった状況になるかなと思うんですよね。あとライトはある程度、まあ細かいことになるので、細かいことは説明しませんが、こういった
った風になると。この辺の TPO の見極めですよね。潤沢に5時間ある時と5分しかない。そして場合によっては、僕とかだとこういったカラーオブ香港とかの撮影をしている中で、要は街歩きをすると、そして海外でってなると、綿密な情報をリサーチした上で、安全な場所、危険な場所がどこか、もしも自分が行く場所が危険な場所の可能性がある場合は、こんなカメラ持って行ってた時にはね、目立ちすぎますよね。こういった時にじゃあどうしようと、そういった時にはこういったカメラとかを、コンパクトなカメラとかをポケットに入れてて、いざとなったらすぐこうやってさっと撮れるようにしておくっていうね、こういった風な考え方、この辺の割り切りとか TPO ですよね。まさにね、危険な場所であえてでかいカメラを、これは白堀のスタジオだったらこういったカメラはね R5-2870F2 とかドンと撮ることが可能です。ですが、どういった人がいるかわからない、言葉も通じない海外で路地裏でこれを持ってうろうろしてた時とかには、そりゃあね、リスクが伴いますよね。この辺の判断能力、次なんですが、プロはやっぱりね、撮影の状況の見極めが圧倒的にうまいかなと思いますね。そういった割り切りですね。なので、こういった状況、危ない中でこれを持ち歩いたら本末転倒、もしも何かがあった時に命取られたらどうしようっていうところの判断の上でコンパクトカメラに切り替えられるっていうね、絵よりも命を優先するとか、そういった基本的な能力が非常にプロはね、見極めが高いかなと思います。この状況下だったら、これだったら絶対に成功する。なので失敗しそうなことは逆にしないってことですよね。例えば僕はこの間先日ね、オリンピックの開会式の日にね、ブルーインパルスを撮影しに行ったんですよね。ブルーインパルスっていうのは5機のね、飛行機の編隊が東京の上空を飛ぶわけですけれども、僕自身がプロと名乗ってはいるんですけれども、飛行機の撮影をほとんどしたことがないわけですよね。そういった人間で、ある程度の撮影はできるかもしれませんが、そこの状況下を経験したことない人間がどうするかっていうと、普通のアマチュアの方だったら、もしも僕だったら RF の100、500っていうレンズを持ったりしているんですけれども、普通の、アマチュア素人の方だったら、あ、じゃああるんだったら R5 に100、500つけて持っていけばいいじゃんって思うかもしれません。でも僕はですね、あえて24-105を持っていったんですよね。これなんでかっていうと、これはまさにプロの経験なんですけれども、逆にズームしてしまってめちゃくちゃ寄って撮影すると、速い動きのものを、そして航路も分かっていない中、ミスすることが考えられるなというふうに考えるわけですよ。だったらなるべく広く撮っておいて、撮れ高の部分を後で抜き出してしまった方が、ここは記録っていうところ、一生に一度しかない記録って考えた時には、間違いなくそこに収めるってことが重要なので、むしろ24-105の方が向いているっていうふうに僕の場合は判断したわけですね。100-500で逆にズームしすぎて、望遠しすぎて、逆にそこで画角に収めきらなかったことがあったりした時には、そこで撮影ができなかったってことになりますし、そういった意味では本当に確実に自分の知識技術でも撮れるっていうところを自分を知って、その機材を選ぶ。なんで僕の場合は飛行機を撮るにしても、R5 と、日中だったのでね、 R5 と24-105で行ったっていう、こういったことですよね。なので見極めをやっぱりね、どういう風にするか、普通の感覚だと100-500をつける、これは逆に言うと素人アマチュアの考え方だったりするんですよね。ミスするかもしれないと、一生に一度のことをね。なので絶対に 100% 撮れる、映るっていうことを考えられるのがプロかなっていうふうに思ってます。ここはね、次の深掘りなんですけれども、ここもちょっと似てるんですが、アマチュアはね、とにかくよく映るカメラを持ち出しがちってことですよね。これどういうことかと言いますと、いや、プロのカメラマンだったら本当に危険な場所ってなったら、もう有無を言わさず迷わずコンパクトなものを選ぶ。で、もちろん当たり前ですが、これは JPEG と 2.3 分の1 CMOS センサーしか積んでないので、写りは悪いです。こっちの方がめちゃくちゃ写りはいいです。ですが、命までなくなってしまったら、もう本末転倒だし、これ自身を撮られてしまうリスクとかもあったりすることを考えると、撮られても大丈夫だったり、非常にコンパクトでね、すぐに隠せるカメラっていうところが大事になってきたりするわけですよね。なのでこういったところですよね。なのでアマチュアの方とかは、どんなシチュエーションであれ、何であれ、とにかく同じもので行きがちっていうことで、プロっていうのは本当にね、状況に応じてね、カメラが選ぶことができると、ここが大きく違うかなというふうに思ってますね。次なんですけども、これはね、重複しますが、プロはね、やはりコンデジで撮影することもある、もしくはこちら iPhone で撮影してまとめ上げてしまう能力も結構高いのかなというふうには思ってますね。本当 TPO でこの状況だったら iPhone でもいけるなとか、この状況だとやっぱりこの R5
と2870じゃなきゃいけない、場合によっては R6 と2870じゃなきゃいけないとか、この辺の絶妙な状況判断、それが全て僕のようにこう言語化ができるんですよね。なぜならこういうシチュエーションでこうこうこうだから、高感度耐性に強くなきゃいけないから R6 と 2870F2 を選んだんだと。夜のライトアップされた東京タワーを撮らなきゃいけないかといって、どんどん多くのシチュエーション、時間も20分ぐらい撮りたいから三脚に据え付けて丁寧に丁寧にフレーミングしながら1カット1カット撮っていくのではなく、サク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 撮っていくっていう風に考えると、ISO 感度を上げて手持ちで撮影して、なおかつ描写は美しくってなると、 R5 よりもむしろ R6 と RF の 2870F2 の方が向いているなっていうジャッジが下せるんですよね。この辺の判断っていうところが皆さんもね、なるほどなっていう風に考えて、全て自分が今持ち出せる機材をきっちりと自分でね、何を撮るからこれを持ち出しているっていう風にね、明確な言語化ができるようになると非常に変わってくるかなっていう風には思ってますよね。なんでプロはね、本当にコンデジすらも選んで、きっちりとねそこで仕事をするってことすらもあるってことですよね。で、次なんですけども、500万円のカメラから5万円のカメラまでも使いこなせるのがプロっていうことですよね。500万円っていうと、例えばフェーズ1だったりハッセルブラッドの中盤デジタルバッグを商業ベースの撮影できっちりと使って、超高精細な、本当に大型大判印刷にも耐えるデータを仕上げることができる。で、はたまた5万円のカメラを使って状況に応じてはね、これをうまく駆使して、その中でね使える写真データを仕上げていくっていうね、その幅っていうことですよね。なんでこの500万円のカメラも使えるし、5万円のカメラも状況によって使いこなせるってことですよね。ただ単に押して写すことが可能じゃなく、これを最大限にスペックを引き出す能力を持っていると。この辺がプロのね、やっぱり素人との圧倒的な違いかなっていうふうには思っております。ではね、総括に参ります。プロはですね、プロフォトグラファーは成果物、お願いされて依頼された成果物へのね最短距離を構築するのがうまいかなっていうふうに思いますね。じゃあ何々を撮ってください、分かりましたっていう2つ返事で、いくつかヒアリングをして、条件をね、どういった時間なのか、日にちなのか、場所はどこなのか、人は誰なのかとか、そういったことをヒアリングした上で、じゃあこの状況だったらこの機材 ABC を組み合わせて成果物を出せば、間違いなくクライアントには喜んでもらえるような OK をいただけるような成果物を出せるなっていう状況判断が的確かなっていう、それの最短距離ですね。なので本当にその時間内できっちりと収めつつ、予算も収めつつ、まとめ上げてきちっと最短距離でたどり着いてあげるっていうことが、やはりねリピートしていただくけるプロのフォトグラファーということになるのかなというふうには思ったりしております。知識、技術、経験というね総合力がやっぱり圧倒的に、素人とは違うのかなと。まあここはね、もう言わずもがな、皆さん分かっているとは思うんですが、やはりこう言語化してみたとき、そしてプロフォトグラファーと触れ合う機会とかはなかなかないと思いますのでね、僕のこういった動画を通じて、まあ僕がね全てではないんですけれども、やはり持っている知識、技術だけでなく経験ですよね。あ、この依頼の時には何年前にやった、何ヶ月前にやった A という仕事が当てはまるな、あ、この依頼の時はあの時にやった B という仕事のフォーマットが当てはまるなっていう、その辺の引き出しが A からやっぱりね Z とは言いませんけれども、やっぱあの H とかね、あの J とかその辺ぐらいまではやっぱりプロフォトグラファーっていうのは持ってるかなと思います。なのでライブ撮影一つ撮っても、アリーナクラスなのか、それとも2000人キャパのクラスなのか、それとも300人キャパなのかとか、そういったことでもね撮影の装備が変わってきたりしますから、この辺の幅ですよね。なんであとはそれこそ、まあライブに関して言えば、静かな音楽なのか、ジャズクラシックなのか、それともロックなのかとか、それによっても装備が変わってくるっていうことで、この辺に関してはやはりね、あの知識技術っていうところは YouTube とかで学べるかもしれませんが、経験だけはね自身でやってみないと始まらないということで、ここが一番重要に最終的になってくるかなと。なので知識技術、その中でも経験っていうところでのね総合力が高いのがプロかなというふうに思っております。で、最後ですが、やはりね各状況に応じた機材選びが可能というところ、さっき言ったライブにしてみても、アリーナクラス2000キャパ、300キャパ、もしくはジャズクラシックの静かな、それこそブルーノートじゃないですけども、飲食を伴うようなライブなのかとか、そういったところでもね本当に機材の装備って千差万別で変わってきますから、この辺もねやはり経験を積んだプロ
が身近にいるとか、なので僕の西田塾とかもそうですけれども、かなりね皆様が、こういった時にはどうすればいいですかっていう塾生の方々がわからないと、そういったところにもね丁寧に答えている状況ですね、西田塾の皆様にはっていうところで。なのでここの経験の部分をお裾分けできる場所っていうところで西田塾をねご利用していただくのも素晴らしいのかなと思っております。ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。